皆さんどうもピーマンです。今回の実況は5月の15日今季8試合目の登板になります。広島戦を実況していきますよ。ついに来ました、シーズン3初めての広島との戦いになりますね。元いた球団ではありますが、男気には今そんなのは関係ない。横浜をリーグ優勝に導くため男気見せてますから、古巣だろうがなんだろうがボコボコにして男気を見せるのみ、やることは変わらないからね。ここまでの成績は7試合に登板して2勝3敗、防御率は 2.61、 リーグ8位となってますね。年間ヒストリーで見ていくとこんな感じ。前回の実況では巨人戦9回投げて0失点というね、完璧なピッチで完封勝利でございました。現在負け越してはいますが、ここから連勝連勝連勝で最多勝を取りに行きたいと思いますのでね。今日は福井さんとの投げ合いになります。なぜ3をつけたのかよくわからないけど、じゃあちょっと福井の成績見ていこうかな。福井さんはどこにいる。規定投球回到達してますね。 5.80、 おいおいおいと、怒っていいですか。男気に勝つためにはマイケン・ジョンソン連れてこねえと勝てねえぞ。負ける気で来てるんでしょうね。いいでしょう。こんな球団はボコボコにするべきです。そうしよう。で、相手のベストオーダー、ちょっと成績見ていこうかな。広島打線の成績は、まずチーム首位打者が2割9分3厘の田中ですね。それ以外は2割5分を切る。クソみたいなチームだ。なんでクソだ。OPS で見ていくとどんな感じ。田中以外全員7割切ってるという、もうこれ余裕ですね。負けるはずがない。こんなチームと戦わしていいのか、男気申し訳ない。一応バリバリのメジャーリーガーですからね、男気は。いいでしょう。相手ベストオーダーはこんな感じ。恐怖を感じることは何もない。男気見せます。やってこう。お、いきなりヒットカモン。いいね。いきなりインがある。石川盗塁素晴らしいぞ。内村送りバントでグリエルヒットで1点かな。え、筒香さん、まあいいでしょう。まあいいでしょう。まあいいでしょう。防御率5点台のピッチャーですから、いつでも点を入れることは可能だ。空気読んだんだね。1回から点入ると野球は面白くなくなるからね。オッケーオッケー、任せてください。男気現在、奪三振ランキングではリーグ5位。まあ、どっちでもいいタイトルだね。こんなん取るよりか最多勝、最優秀防御率、こっちを狙いに行く。奪三振なんて所詮はオナニーだからね。チームの勝利には関係のないものだから。本塁打ランキングではリーグ2位なのか。打率こそは低い、OPS も低いが、ホームランは7本打ててるんだね。打率を犠牲にしホームランを打った結果そのような成績になるとは無様なものだ。チーム最高 OPS が田中の時点でこのチームはクソなんだなと察しましたよ。こんなんで広島リーグ優勝できると思うだよ。なめるな。行こう。はい、カーブナイス。最後は男気スプリット、これで決着かな。基本これだ。今日絶好調ですからね。キレキレの球がいきますよ。トゥシンボール行こう。外、もうボールはいらんぞ。入れていく。これが男気。イエスナイス。ロペスよく取った。ワンアウト。喜びはないけどね。当たり前のことは当たり前のように当たり前のやつがしただけですから、これからもしていくし。さて、菊池。打率も低い、本塁打もない、打点も少ない。まあ、2番バッターとはいえ、クソすぎるね。あれ？あれで？まあ、甘い球がいけば打たれるということでしょうなんでしょうね。でしょうなんでしょう。しかしだね、OPS7 割切ってるやつがそんな打てるかね。あんなだけ打てないと思う。得点圏打率は3割。通常では打たないにしろ、得点圏ではしっかりと打ってるのか、新井さんの良さが出てるね。ここは怖いよ。打たれるわけにはいかん。1回からいきなり失点なんてありえない。ボール、厳しいね。外すら。よし。追い込んだ。追い込んだらスプリットボール。振れよ。振るだろう。おかしいね。これは、これもファール。しつこいね。スライダー行きます。詰まってアウト。イエス。これで2アウト。ほう。で、次エルドレッド。まあ、これも怖さはないけどね。数字だけ見たら、ただ能力的には怖さはあるよ。得点圏打率は、リーグ2位なのか。田村がリーグトップの時点で全てを指した。こんな数字、意味のないものだということね。何の意味のないものだよ。田村がリーグトップなんだ。よっしゃ、追い込んだ。簡単にはいかない。絶好調だからね。腐ってもホームラン王ですから。これはオーマイガー。うわー、おマジで。あ、これアウトじゃねえか。くっそー、タイムリーヒット、いきなり失点。やらかしたね、男気。ぶざますぎるわ。相手をボロカスに言っておいて、結果これとか。もう何これ、本当にダサすぎるだろう。男気&俺、 あまり相手をディスる発言はやめた方がいいね。ディスった結果打たれたらもう本当に恥だよ。大丈夫、もう抑える。
ちょっとスプリットが今日決まらないね。これさえ決まってくれれば本当にイージーなんだけどね。よっしゃ、スライダー三振。まあいいでしょう、失点はするものだ。うん、ゼロで抑えられるピッチャーというのはなかなかいないからね。俺は別に2試合連続完封でいこうなんて思ってないし、そんなイージーな実況にしたくないしね。見てる人は面白くないでしょう。やっぱちょっとしたドキドキハラハラっていうのは必要だよね。はい、ナイス、いきなり追いついてくれるというね、素晴らしい。横浜来季絶対優勝だわ、間違いないね。本当絶対優勝できるよ、 100% できる。それくらい素晴らしい球団、愛すべき球団、みんなに愛される球団になっていってるね、男気のおかげで。さて、もう2回は完璧にね、行こう。はい、内村追いついて、ワンアウト。ちょっとここはね、エルドレッド、シアホルツ、この並び、まあ1人間にいますけど、この2人が今日絶好調なので、警戒していかないとね。田中、まあ田中それなりに結果を残してるよね。ショートでこれだけの結果を残せてるのはすごいけど、それ以外は残せてないからね。田中も強くて、他も強ければ、広島は優勝できるのに。いや、現実はそうじゃないからね。だから男気もメジャーリーグに行ったんでしょう。そうでしょう、そうでしょう。はい、落とします。見てくる、スプリットボール全然効かないね。このスプリット、男気スプリットが効かないのは厳しいよ。スライダーが甘い。それではライト前に持っていかれるだろう。オーマイガー。決めが甘いんだよな、いつも。決めるとこ決めれないから打たれるんだよ。まあ、下位打線だ。おい、イエス、まあ、ここエンドランを仕掛けていっても面白いですよね。イエス、打ちました。ファーストゴロ、スプリットいこう、まあ、向こうは閉鎖する。イエス、ナイス、決まった。差し、じゃあとんで、ここで福井と打率は0割8分3厘。ただ1打点上げてるのか。このヒット1本はタイムリーヒットなんだね。そういうこと。インサイド変化球決まっています。まあでも初戦はピッチャー0割台だ。 OK、 ファウルになります。最後は男気スプリット、これで終わりかな。あら、見てくる、嘘でしょ。じゃあスライダーは、はい、三振、ありがとう。2回もヒットことは許したが、0-0-0でございます。援護もくれたんでね、またやるわけにはいかんでしょう。トゥベスからの、からのグリエル、レッツゴー。はい、2点目、ありがとう。犠牲フライだね、素晴らしい。最低限のできる選手は惚れるね、全国民が惚れちゃうね。男も女もおばちゃんもおじいちゃんも、カープファンも俺もみんなが惚れちゃう。みんながグリエルを愛しちゃうね。よし、ここから打者は2巡目というわけで、怖さはあるね。ボール、厳しい。うわ、うん、あー、ヒヤッとした。汗が出てきた。うわー、ダメだな。どれでいく、丸はやっぱ怖さある。あ、もう1球スプリット続けてみるわ。フォアボール与えるつもりはないが、もう投げる球ないんですけど、言うてないよ、終わりだよ。うわー、もうほらね、結果的に打たれる、追いつかないよな。はあ、もう最悪、何じゃこれ。与えちゃダメ、先頭バッター塁に許しちゃダメだって言ってるそばから許しちゃうっていうね、この無能さ。さあ、バントで来るよね。ワンアウト、よっしゃ、いいね。日本の野球っていいね。さっきツーベース打たれた相手が自らアウトになってきてくれるっていいね。ピッチャーとしてありがたいね。やりやすさしかないけどね。しゃ、新井さんを抑えないとまずいぞ。よし、うそ、振るやん。うわ、もうセンター前終わった。2点目あかんよ、2点目あかん、2点目あかん。タイムリーあかん、タイムリーあかんけど、いかん。ワンアウト、ランナー一塁三塁、低めスライダー、打てるわけないだろう、2割2分のバッターが。全然リアルじゃないけどね、これはまずいぞ。うわ、もうボール、低め全部ボールにしてない、あんたねえ、あんたが決めるんじゃねえんだよ、こっちが決めるんだよ。よっしゃー、フォー、ナイス、やられたらやり返す、それは男気だ。見せたね、男気ピッチング。まだ終わってないけどね、このイニング。素晴らしいよ、誰でもできることじゃない、男気だからできたこと。そしてそよぎ、なぜここにそよぎを入れたのか、尾形の無能さが出てるね。これ普通にシアーホルツ続かせればいいの、ここでそよぎを入れてくる無能さ、バカすぎて泣けるわ。しゃ、触れよ、
よし、え、何弾いてんの、何弾いてんの、何弾いてんの、え、アウトアウトアウト、レッツゴー、ブレー、そよぎバカにした結果タイムリーなんてお前シャレにならんぞ。あっぶね、ピッチャーへの内野安打、危なかったよ今の。左バッター、ま、なら間違いなくセーフだね。なんで誰も取りに来ねえんだよ、恐ろしいだろお前。はぁ、あ、はぁ、あ、しんどかったしんどい、もう野球したくねえわ。あぶね、新井さんにヒット打たれた時はもう終わったと思ったけどね。ここで踏ん張れるのが男気、うんこを踏ん張るんじゃないんだよ、抑えるのが男気なんですよ。よし行こう、4回裏。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。シアーホルツ、この男警戒していこう。ビハインドで迎える4回の攻撃です。外外ついて最後インコースのスプリット落とす、これが大体外国人選手の抑え方、ピーマン流ね、あくまでも俺流だからね。おお、当てるか、絶好調。いや、いつもなら三振だよ、今のスプリットは完璧に決まってたからね。いやー、ファルか、あえてちょっと真ん中から落としてみよう。見てくる、やっぱ今日調子いいわ、調子いい。高めスライダーはどうだ、ボールになる、ボールになるスライダー、イエス、打たして、うまいね。ほう、はっ、もうシアホルツ乗り越えたら怖いものはない。あ、田中いるのか、田中ちょっと警戒していかないとね。俺が広島の監督なら田中を5番に入れると思うけどね、そしたらもっと怖くなるのに。エルドレッド、シア、田中、シアホルツっていうね、田中4番でもいいわけだからね、この成績なら正直ね。低めはボール、ショートでこれだけ打てる選手いてリーグ優勝できないからね、他がひどすぎるんだよ。ルイン出したくないぞ、また打たれるのか、甘く入るな、うぞーん、よし、内村追いついた、ナイスプレーで送球ミス、横浜だ、これぞ横浜だ、本当に褒めたのに横浜だ、なんじゃこいつ、取るまでよくてそこ投げるとこエラーする、クソみたいなボンミスを犯すんじゃねえよお前。取ってくれたのはありがたいけど、そこで送球ミスするんだったら取らなくてよかったわ、腹立つな、クソ腹立ってきたな、ムカムカしてきたわ。はい、三振、三振ゲッツ、はい、ありがとう、ナイス、ふぅ、ナイス方、誰、キャッチャー誰だ、ミネイか、素晴らしいね、三振取った後のゲッツーだ、はい、オッケー、これぞ広島ですよこれぞ多かった、あ、高城だね、キャッチャーは。よっしゃ、5回裏のマウンド来たね。今日はここからが厳しいよ、ここまでは抑えて当たり前だけど、ここからが厳しいからね、みんな。5回あたりが厳しくなってくる。さて、鈴木誠也、代打来たね。数字から見ても怖さはない、2割4分4ホームランも1本。まあただここでルイン出ちゃうと次丸続くわけですからね。果たしたいですよね。うー、ファル、おっ、ファル、イエス、危ねえ、できれば取ってほしかった、本音を言うならば。取ってくれたら飴あげ取ったね、飴ちゃんプレゼントだったね。はい、三振、ありがとう、飴は俺がもらう自分で食べるわ、自分のもんだからね。さて、丸ちゃん、さきゃヒット、今日球数多いな、フォアボールこそはないけどね。ちょっともっとエコ的ピッチングをしたいわけだができないね。5回で75球77球か。ダメ、ちょっと少なくしていきたい、もうこれで勝負に出るわ、スプリットボール。よっしゃー、ナイス、ようやく振り始めてきたね、このインコーススプリット、完璧に決まった。そして菊池、先ほどは送りバントありがとうね。俺は正直今日の菊池は抑えられる気がしなかったけど、1打席目ツーベース打たれとるからね。ただ自らアウトになってきてくれる、メジャーリーグではなかったことだからね。俺が監督なら普通しないけどね、あ、今日打ってるからあそこは打たせるってなるけどね。ほら、今のもいい打球だし、まあアウトですけどね。はい、ありがとうございます、結構際どいね。よし、これで勝利投手の権利を得ることができた、今季3勝目のね。絶対守りきるぞ、援護もくれ、内村いいじゃない。なんでそんな早球できるやつが今さっきクソみたいなミスを犯したんだお前、そういうとこ腹立つ、いかにも横浜らしいよね。いいんだけどね。で、盗塁失敗か、アホかお前、バカか、ほんとええ加減にせよ、さっきから、おい、やらかしすぎだろ。お、来るか、来るか、ロペス、ロペス、うわー、3点の欲しかった、1点、1点差だともう恐怖しかないからね。もう今すぐ家に帰りたい気分ではあるんだけど。さて、今日のお得意はこんな感じ、スライダーを使ってるね。後半から配球を変えていくという手もあるね、ストレートで押していくのもいいかもしれない。さて、新井さん、このイニング先頭バッター絶対塁に出しちゃいけないと思うけどね。よし、
151ですよ。伸びが半端ないな。40のおっさんが投げる球じゃねえんだよな。これが野球の素晴らしいとこだよね。40歳のプロスポーツ選手なんて世界で見ても全然いないからね。野球っていうのはわりかしできるんだよ、年取っても。よっしゃ、ワンアウト、レッツゴー。新井さんを抑え、次エルドレッド一発浴びないよね。怖さはある。やっぱ基本外ついときゃ長打はないから、パワーだけはあるからね。これ見てよ。あー、でも初球だ。はヒット、ワッツ、今のヒット、はどう見ても、はどういうこと、リプレイ見ていこうよ。ただのファーストゴロだろ。なんだ、ボールがイレギュラーに反応したのか、バウンドしたのか。これ取れないの。あー、今の取れないのは厳しいね。ロペス、それは取ってくれないと。守備の名手だからね、何度も助けられてるけど、そんなボンミスいらない。はい、抑えた、帰れ。しゃ、シアホルツ、まあ大丈夫。味方のミスで怒る男気なんていないからね。それは男気ではないんですよ。ダサい男だからね。よし、計算通り。カーブを打たして最後スプリット。見てくる、いいね。ふう。高めスライダー、ど真ん中シュート。うん、よし。よし。よし、結果的によしだ。6回の裏抑えましたよ。ふう。今日はどうだろうな。何回生かされる。完封、完投はないと思う。完投はないけど。7回かな。とりあえず現在 9S は達成してますからね。HQS。7回裏行きましょう。勝負のイニングになるね。カープ、田中が防御率も 2.48。だいぶ落ち着いてきたね。カープ、1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。絶対塁出せない。今日田中全打席出塁か。まあ、2打席ですけどね。うわっ、さあぶれ。外から入るこのカーブ、どー、まあいいや、失投だけどね。思い切りすっぽ抜けですけど、10個目、めっちゃ取っとるな。男気やべえわ。それは奪三振ランキングリーグトップに入るわな。まあでも三振なんてあくまでも自己満足。三振取ったからすごいかといえばそうじゃないんだよね。三振たくさん取っても防御率がひどい選手、負け越してる選手なんて世の中たくさんいますから、三振はどうでもいい。取れればいいなと思うけど、取れなくてもいいなと思う。落とそうか。次多分代打来るね。完全なるど真ん中。なんぼほど今日嫉妬投げんねん。ど真ん中集まってるっていうね。磁石かな。さて代打、国防。代打の切り札が1割3分か。悲しいね。代打までも打てない球団になってんのか。ピッチャーとしては何も期待できないね。もう2点取られた時点で、あ、今日負けだってなってるだろうね。福井君もそこまで悪いピッチングはしてないの。バッターよく見ました。勝負、トゥーシーム、決まらねえ。腹立つほど決まらんわ。あれ1球も決まったことねえ。はい、写真ありがとうございます。みなさん帰れー、レッツゴー。さて、男気このイニングも抑えて HQS 達成となります。合ってるよね。あ、HQS って7回だっけ、8回だっけ、どっちだっけ、俺勘違いしてる。まあ、とりあえず HQS 達成だと思うけどね。あ、ピッチャー変わったね。よかった、三上頼むよ。ピッチャー変わりました。8回はなしというわけでいいでしょう。いや、危ない。何してんの三上、頼むよ。あっぽね、同点に追いつかれた瞬間、男気の勝利が消えるわけだからね、勘弁してくれよ。まあ、最終回山崎が出てくると思うんで、安心だとは思うが、頼むよ山崎。シアホルツ抑えて、相性ところ。あと二人、田中を抑えて、セカンドゴロ、最後石原。は？フォアボール、ワッツ、ノーマで来たよ、ノーマ。イエーイ、ゲーム、セーッ。シーズン3初めての広島との戦いは男気横浜に軍配が上がりました。2対1ですね。少ない援護をしっかりと守り切った男気の勝ちですよ。いやー、広島に戻らなくて正解だったかなと思うよね。広島に戻ってたら一生もできずにシーズンが終了するってこともあったからね。めっちゃペラペラ喋るよ今日の男気は。めっちゃ喋ってるからね。もうフルスディスりまくりですから。いや、この球団戻らってこなくて正解でしたねと。何も期待できないバッターがたくさんいるんで。めっちゃディスりますからね。もう広島来れなくなるよ。怖いとこだからね、広島っていうのは。いろんな人がいるとこだから。
もう来れなくなってもいいんです。来ないから別に、試合以外で来ることないから、ここね。イエース、これで男気3勝3敗勝率を5割に戻しましたよ。開幕からなかなか勝てずだったけどね、5月入ってからもう連勝連勝連勝ですわ。じゃあ今日の男気のピッチングを見ていこうかな。7回投げて球数は27球、じゃないね、打者27人に対して球数は108球です。被安打6本、三振が12個、失点1、自責1、防御率は 2.44 で、今季3勝目となりました。後続のピッチャー三上がちょっとピンチを招いたけど、まあでもね、結果的にゼロで抑えてくれたんでよしとしましょうよ。監督評価も上がるわ、素晴らしいよ。これで上がらなかったらブチギレるわ、ベンチで暴れまくるぞお前、すごいことになるよ。次回阪神戦は変わりました。次回は阪神との戦いになりますね。まあいいでしょう、怖さはない。セリーグに怖さを覚えることはない。俺早くソフトバンクと戦いたくてうずうずしてるね。5月入ってからほんと連勝尽くしですよ。これで3連勝ですか、これ見てよ、3連敗の後の3連勝だからね。まあこれだけのピッチングしてて勝てないということはないでしょうね。まあ今回失点しちゃって、まあ2試合連続でノーね、失点なしで来てたんですけど、まあそれが途切れちゃいましたけど、いいんです。いつか途切れるものだから。そんなの全然問題ないんですよ。さて試合の方見ていきましょう。現在の横浜の順位はリーグ4位となってますね。広島との順位差はそんなにないからね。ここで開けていきたいね。今日勝てば 4.5 ゲーム差となるか、どうだ。よーし、素晴らしい4対2、番長みんなよく頑張ってくれたよ。広島はもうボコボコだね。はい、これで 4.5 ゲーム差。また一つ間を空けることできたね。とりあえずリーグ3位に浮上しようよ。さて、広島最後の戦いになりますね。現在巨人と並んでるのか。この結果、試合の結果次第だと、リーグ3位に上がれる単独あるかもしれんぞ。どうだ？ここで完封負けを食らうっていうね。なんじゃそらお前。ふざけんじゃねえよ。もういかにも横浜らしい。やめよ、その横浜らしさをこの実況で出してくんの。求めてないから、男気がもう全部変えたいのよ。全部変えていきたいのね。変わらないっていう。くそったね。勝とうよ。こういうとこで勝ってこそなんぼでしょう。お、でも現在見てよ。ほら、また阪神と並んでるね。この4位から2位までのチームの差はそんなないからね。これ下手すりゃ2位に一気に上がれるかもしれんぞ。行こう行こう行こう。ヤクルトだ。直接対決で2勝7敗ボコボコされてんじゃないですか。完全カモじゃないですか。どうだ。イエス、ナイス、5対4で無事勝利。あぶねえな、打ち合いだよ。結果勝てたんでよしでしょ。もうピッチャー全くピッチャーいらないね、横浜とヤクルト戦は。なんかもうピッチャーバッティングセンターのあの機械でいいんじゃないの。さて、お次2戦目になりますね。これ見てよ、今3球団が並んでるね。横浜は単独でリーグ2位になれるか。行こう行こう行こう、頼むよ、来いよ、勝てよ、2連勝行こう。うわぁ、ここで負けるもういかにも横浜なんだよな。腹立ってきた、いい加減に。なんなんだよ、巨人と阪神とかどうなってんだ。負けてればまた3球団並ぶが、阪神が勝ったんで、阪神対巨人、阪神が勝ったんで、これ単独で2位だね。ほんで今巨人と並んでるっていう状況だ。勘弁してくれ、もう横浜らしさを出すのいい加減やめよう。さて、これが最後になるね。オーケー、じゃあ見ていきましょう。頼む、ここで勝って3位に上がろう、頼むよ、ゴー。イエス、6対2無事勝利、ナイスナイスナイス。ほんでこれで巨人が負けてれば3位浮上、あ、3位浮上出たね、イエース。結局3位になって終えることができましたよ。巨人戦の阪神戦はじゃあ巨人が負けたってことか。3対2で負けてるね、レッツゴー。そして阪神とのゲーム差も1ゲームですからね。次回男気阪神戦1戦目に登板ですから、そこで勝てばですね、同率になりますからね。追いかけないと、男気がリーグ優勝に導いていかないとね。本当に腹立つ戦いをしとるけどね、大事なとこでことごとく勝てない。最後に勝てたからよかったけどね、大事なところ、ここでこそ勝てよってとこで完封負け、ボコボコに打たれるっていう、何なんだろうね、ほんと意味がわからない。次回はメッセンジャーとの投げ合いになりますね。黒田とメッセンジャー、タイプ的には似てるんじゃないかな。最低限のことはできるっていうのが2人とも武器だよね。まあ、メッセンジャーの場合だとイニングをたくさん稼ぎますからね。男気も稼げるのは稼げますが、メッセンジャーほどではないのでね、まあ、しっかりと仕事できる、タイプ的には同じと言ってもいいかもしれないね。じゃあ男気の成績を見て終了にしていきたいと思います。現在男気の防御率は 2.44、 55回3分の1イニングを投げて3勝3敗、勝率を5割に戻しました。登板8試合で完投1、完封1、 QS は7個、 HQ
QS 率は 87%、 HQS は4個 50%、 奪三振は68個となってますね。与えたフォアボールは9個、デッドボールは0です。被打率は2割8分4、得点圏被打率は3割7分9と高すぎるね。よく2点台で入れるな、で対右被打率が、2割1分9、対左が3割5分6とちょっと極端な数字だね。本塁打2本でウィップは 1.27 となってます。本当に勝てない時期があったので、あの頃は苦しかったんですけどね、もう勝てまくってますから、勝てまくってるっていう日本語はないけどね、勝ちまくってますから、防御率も2点台。これからシーズン3本格的に始まると言ってもいいかもしれないね。ここからはもう男気無双ですから、阪神に恐怖を覚えることは一度もないですから、女の人生で一回もなかったですからね。次回も完璧な男気を見せていくのでお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。